ちょっ、こんにちは、杉高さん。はい、今年の新人はもう発表になりましたので、はいはい、はい、まあ、今年はね、誰が取るのかって非常にまあね、戦々恐々としたけどね、はい、でしたが、はいはい、これを記念しまして、はい、豊さんといえば、はい、ベストナインおじさん。おう、なので、うん、今日は、はい、歴代の新人王でベストナインを作ってみようです。そうか、はい、久々のベストナインです。いや、でも決めるにあたって、はい、まあ、いろいろこう見ていったけど、はい、まあ、やっぱそうそうたるメンバーと、はい、へーって驚くメンバーと、で、意外に少ないポジションっていうのもやっぱ確かに想像したけど、うん、想像してたけど、こんなにやっぱ少ないんだっていうのが出てきたよね。いろいろこう発見はあったわけですね。あったあった。じゃあやっぱり勉強になるね、こうやってちょっと見てるとね。そうですよね、うん、じゃあどうします、パリーグ、セリーグ、どちらからいきましょうか。はい、どちらでも好きな方ね。え、本当ですか。カモンベイビー。カモン、あ、じゃあカモンベイビー。パリーグからいきます。あ、全然いいです。あ、わかりました。じゃあパリーグからいきましょう。はい、はい、はい、豊さんが予想した、はい、予想という、あ、豊さんが実際にベストナインとしたも、はい、このね、名前が上がってますけど、いいんですか、はい、私が読み上げていって。まあまあ年度も書いてあるからね。はい、はい、まずはピッチャー。ピッチャー、ピッチャー結構多いですよね。いや、ピッチャー迷った。迷う、いや、そりゃ迷うよ。例えばパッと名前が上がるだけでも田中将大投手とか、松坂大輔、松坂大輔投手、則本投手、増田投手、いっぱいいますよ。いっぱいいるんだよ、その中から。まあ、その中で、はい、やっぱり選んだのは、うん、野茂英雄。1990年、野茂投手。あ、これ豊さんももちろん、まあ、覚えてるというか、この時まだ現役ですよね。いやいや、もう現役、あのオールスターで1回当たってるけど、はい、あ、でパ・リーグに移籍した時も当たってるから。おお、そりゃやっぱりさ、はい、なんか今のメジャーの礎も作ったのも野茂だし、はい、まあ、新人らしからぬやっぱ堂々たる風格とかさ、はい、マー君とか松坂とか、はい、うん、ルーキーの時はルーキーで塩らしく、うんうんうん、でも野茂は入ってきた時からもうエースだったからね。まあ、もう近鉄のすごい、なんかそんな感じがしてた。だからルーキーとは言えなかったっていう。ああ、もうルーキーなのにもうエースの風格。もうエースの風格があったね。あ、じゃあもうちょっと格というか違ったんですね。まあ一緒にやってたし、はい、一緒の世代でやってたから、はい、まあ強烈なインパクトもあるしね。そうですよね、あの時を見てるしということで。あ、そうだね、はい、じゃあ続いてキャッチャー。キャッチャーはね、はい、こう歴代、まあ、50年からの歴史があるんだけど、はい、あの1950年からね、はい、新人王っていうのは藤田しかいないんで。1984年、あの阪急ブレーブスだった頃の、はい、豊さんは見てましたか、その当時。いや、だってオープン戦で当たったりとかする。あ、そうだったんですね。で、後にジャイアンツに行ったりとかね。はい、キャッチャーで唯一です、パリーグ唯一なんだよ。だから、はい、だからキャッチャーのポジションで新人を取るってよっぽどなんだよ。あ、ほぼほぼないですね。ないんだよ。だからよく取ったなと思って。そうですね。だからもうここは選ぶ必要性もなかったし、うん、はい、もう藤田って文句ないし、一人しかいないんだよね、うん、はい、ファーストです。はい、まあ、ファーストは清原。はい、1986年。いや、いい選手いるんだよ、うん、榎本喜八さんって、はい、まあ、もう本当に昔の人なんだけど、うん、伝説で聞こえてきたことが天才だったという、うん、でも鬼人でもあったという、はい、なんかこう夜中にパッと構えをして、うん、終わったら寝るとか。いや、だから常にバッティングロードを考えられてたという。まあ、天才、まあ、天才というか鬼人というか、はい、まあ、でもその中でもやっぱり強烈なインパクトっていうのは、うん、清原かなっていうルーキーで、そうですね、ましてや高校生から入ってきてさ、はい、まあ、あれだけの数字を残せるっていうのはそうそういなかったから。そうですよね。しかもその甲子園でものすごい話題となって入ってきてますよね。まあ、そうだね。その期待に応えての新人でしたからね、はい、うん、セカンドです。セカンドはね、大石大二郎。1981年、まあ、これ俺の同級生でアジア大学でね、はい、うん、まあ、大学4年間しのぎを削った仲間なんだけど、はい、確か1年目はそんなに出れずに2年目の数字で取ったと思うんだよね、はい、まあ、大石大二郎、まあ、3秒揃ったいい選手だったね。そうですね、うん、さあ続いてサードです。サードは有藤さん、はい、1969年、うん、中西太さんとかいるんだけど見てないんだよね。
あんまりその聞いたりとかっていうことですよね。で有藤さんがやっぱかっこよかったんだよ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃかっこよかった。それはもうあの守ってる姿だけじゃなくて全てがと思う。もうなんかセリーグは長嶋茂、パリーグは有藤、みたいな、はい、そんな三塁手がいたんだよね、うんうんうん。まあ、長嶋さんの方がちょっと年上かな、うん、なんだけど、はい、まあ、だけどその有藤さんというのはやっぱこうかっこよかったよね、ミスターローって。あー、そうなんですね、うん。さあそしてショートです。ショートは石毛さん。あ、1981年、うん、これ大石大二郎さんと同じ年になるんですか。いやいや、石毛さんは社会人行ってるから。あ、だから駒澤大学から2年間社会人行って、あ、プリンスホテルというね、はい、社会人チームがあったんだけど、はい、そこ行ってプロに入ってきたから、はい、まあ、2年遅れで、うん、だから大石とってかぶるよね。あ、そうなんですね。大石大二郎さんが1982年で、うん、石毛さんが81年なので、そう、ね、そずれてるってことですね。そう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 、だから石毛さんも大学の時からさ、はい、見ていて、はい、で可愛がってもらったんだけど、うん、だから元気かみたいな、はい、まあ、いつもそうやって言ってくれて、うん、で石毛さんに駒沢の寮に行った時に、お、言うたらグラブやるっつってグローブもらったりだとか、はい、まあいろいろ可愛がっていただいた先輩だけどね。あ、そうなんですね。まあ、大谷のことで炎上してるけど、まあいろいろね、あるけど、まあ、新人王じゃなくて炎上王になってしまって、炎上王になって、そうですね、同じ YouTuber として今、はい、外野手、外野手、3名いきましょう。はい、外野手誰書いたっけな。まず有本さんです。あ、有本さん、1959年、はい、勝をね、引退されるってことで、勝も引退されて、はい、引退されるっていうのは発表になってから、はい、YouTube 見てると、はい、有さんの出現って結構出てくるんだよってたくさんたくさんでたくさん出てくる、はい、まあ、面白いんだけどさ。そうですね。あ、だけど有本さんやっぱり新人を取ってんだねと思って。すごいですね、うん、パリーグは外野手が少ない、新人を取ってんのが。あ、そうなんですね。だから選ぶのにやっぱ苦労するというか、はい、選ぶのにもう選択肢がそんななかったというか。確かにそうですね。ほぼ外野手3名とか4名ぐらいしかないですね。そうね、ピッチャーが多いのやっぱ。なんかあるんですかね。圧倒的にピッチャーが多い。パ・リーグの象徴しているのが。そうだね。はい、はい、有本さん。そして、二村さん。二村ね。あ、二村さん、失礼します。二村さんって言うんだよ。1983年。もう二村も大したことないんだけどさ。いや、大したことないっていうのは、一緒にやったんだよ。あ、そうですね。トレードで、こう。俺は日本ハム行ったんだけど、はい、その後にね、はい、あいつがこう DeNA に入ってきたんだよ、ベイスターズに。ベイスターズに。で、豊さんお願いしますねみたいな、はい、まあまあ年も近かったし、うん、お、頑張るよお前とか言って、で、ミーティングやるじゃない、はい、で、前回のビデオを見てるじゃん、対戦相手のピッチャーの、はい、打ってる打席がこうみんなのもあれでテレビに流れるわけよ、はい、ミーティングの材料として、うん、で、二村がチャンスで打席に立ったんだよね、うん、で、ノーアウトランナーサードかなんかね、はい、でバーンと打ったんだよ。で、外フライ、犠牲フライだなと思ったら、普通打ったら画面から消えるじゃない、はい、画面から消えないんだよ。ランナーコーチしてんだよ。打った後にすぐ行かなきゃ、早く帰ってこいって、滑れー言って、それがバレて怒られてたミーティングで、ね、ミーティングで、ね、面白いやつなんだよ。ちょっと変わってるんですね。変わってるか、北村さん変わっていいやつだったけどね。でも新人を取ってるんですよ、そうそうそう、北村さん。バッティングは良かったよ。バッティングだけどちょっと変わってた、そう、変わってるということですね、うん、で最後、はい、外野手、これ2018年ということは、楽天の、そうそう、はい、田中和樹、はい、ね、まあ新人を取ってからちょっとくすぶってるけども、うん、やっぱちょっと頑張ってほしいなと思って、はい、そうですね、能力の高い選手なんだよ、うん、でスイッチだし、はい、両方でホームラン打てるしさ、うん、外野の守備も下手じゃないし、なんでくすぶってんだっていうようなことで、はい、エールを込めて、お前新人を取ったんだよみたいな、そうですね、頑張らないとっていう意味ですね。全然出てこないじゃないって。そうですよね。いや、ま、本当に本当は一瞬阪急の熊野さんを書こうとしてたんですもんね。そうそう、熊野さんやれたんだよ。それで田中選手にしたわけです。熊野さんもいいバッターだったけどな、うん、一つ先輩でね、はい、あのいいバッターだけど、あ、田中和樹ってきて、うん、ね、まあ、二村外した方が良かったな二村いなかった
いや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 、ただ外野手がね少なかったんで。だってさ、ミーティングでさ、外野フライ打って自分がランナーコーチやってて、うん、コーチに怒られるって前代未聞だよ。聞いたことないです。あんまり聞いたことない。今だったらあのチンプレー、コープレーの、そうだよ、次のバッターがネクストにいるバッターが出てきてコーチングしてるんだったらいいけど、打ったバッターが戻ってきてコーチングしてるって。ダメですよ。ダメなの。冷静さに欠くっていう、まあ、冷静さというかそのぐらい冷静だったんだと思う。あ、逆に外野、外野フライっていうことそうか、いやでも豊さん、やっぱり見てると豊さんのやっぱり世代の、まあやっぱ世代になるかな、選手を選び、見ますよね。例えば最近だと源田選手とかも、いやそうそう、源田とかもいい し、はい、し小坂とかもいいし、はい、だすごい選手は、まあ、歴代やっぱりルーキーでね、新人を取ってるんだけども、うん、はい、まあ一番迷ったのはピッチャーだな、やっぱりピッチャー多いですからね。ピッチャー松坂もいいしさ、はい、まあマー君もいいし、はい、則本だってそうだし、はい、まあだけど強烈なやっぱりインパクトは野茂だったかな。これやっぱり世代が出るかもしれないですね。ああ、もちろんもちろん。なのであのご覧になってる方のそのね、世代によっても選ぶベストナインって変わってくるでしょうし、変わってくる。でもこれ変わらないのはキャッチャーだけだよ。一人しかいないんだからそうですね、もうこの人しか選べないわけですよね。そうそう、後にコンバートなんかないからキャッチャーにねですね。そうそうそう、はい、なのでぜひあの皆さんも、はい、歴代のこう新人王で作るパリーグのベストナインあったら、うん、そうだね。でもみんなキャッチャーは一緒ですよ。一緒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 、それはもう間違いない、はい、鉄板で鉄板で、はい、はい。